こんばんは。函館架空ニュースのお時間です。昨日函館市本町でタイムスリップしてきたかと思われる男性が発見されました。男性はしきりに五稜郭の近くにジャンプというカラオケボーリングができるゲームセンターはないのかと聞いてきたそうです。さらに本町から大門までを車のレビンで流し、女の子をナンパしてディスコシティに行きたいとも激しく泣きながら訴えていたそうです。令和の若者たちからは軒並み昭和化とツッコミが入っております。続いてのニュースです。この度函館でちょっとした座敷わらし騒動が話題になっています。座敷わらしというと岩手県二戸市の緑風荘が有名で、座敷わらしを見ると幸せになれるなどの噂がありますが、函館でも同じようにその座敷わらしを見ることができると幸せになれるという迷信がまことしやかに流布されている模様です。主に目撃情報で多い地域は日吉町あたりで、花園温泉でよく目撃されているそうです。何でもその座敷わらしはバッドエイズです、キャリーちょべちょべなどと言って産業道路を歩いていたりもするそうです。結論的にはそいつは FM イルカのリスナーのオーデカナイトでした。おしまいのニュースです。 FM イルカの山下健人くんがロシアの武術システマを完全にマスターしました。呼吸の仕方で痛みを全然感じなくなるそうです。ではその模様をご覧ください。確かに痛みを感じていませんでしたね。直近の目標はブレイキングダウンという格闘技大会で柴田を倒すことだそうです。健人君の今後の健闘をお祈りいたします。以上、函館架空ニュースのお時間でした。じゃあ今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。よし。ありがとうございました。